タンク缶列車動画第35回。近鉄京都線のタンク缶列車です。平日朝8時12分に、新田辺を出発する、近鉄宮津行きです。この列車は今までのシリーズとはちょっと、異なるところがあり、しかし近鉄あるある的な列車ではありますが、それについては後ほど、新田辺駅は京都と奈良のほぼ中間にあり、ここから双方へ通勤通学する人が、多く利用する駅です。また、駅の北側に車庫も近接しており、ここを始発、終点とする列車、ここで増結される列車が、設定されており、また、京都市営地下鉄へ乗り入れる列車の、一部はこの駅を終点としています。冒頭にあった、伊勢志摩ライナーなどの名物特急も、通過します。の端に箱のような喫煙スペースもあります。首都圏ではだいぶ見なくなりましたね。近鉄名物の時刻表、行き先や種別々に記載されております。慣れるとわかりやすいですが、初見だと難しいですかね。そして、8時8分頃、下り一番乗り場にやってくる電車が、本日の列車です。と言って、すでに乗客が乗車しています。どういうことでしょう。この列車が現れるまで、からの列車がやってくると、思っていた撮影する島民も、ちょっとびっくりしております。隣の2番乗り場にやってくる奈良駅の、急行、奈良駅急行を、やり過ごすと、やおら発車します。発車合図が、電子ブザーではなく、ベルの音というのもいいですね。関西私鉄ではこっちの方が、主流なように思います。この列車は、京都発新田辺駅731列車が、新田辺に着くと引き続き近鉄宮津行きになります。両者は見かけ上一体となった運用にしか、見えませんが、列車番号上は区別された別の、列車ということになります。その意味で、現在乗車している列車は、一応タンク缶列車ということになります。このように近鉄では、見かけ上連続した運用であるように、見え、実は列車番号上別々の、列車として管理されている例がいくつかあります。お待たせしました。近鉄をご利用いただき、ありがとうございます。この電車は、宮津行き各駅停車です。次は、高度です。お客様にお願いいたします。携帯電話はバナーモードにしていただき、通話はご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。While on the train, please switch your mobile phone to silent mode and refrain from speaking on the phone. Thank you. Kodo. Kodo. 南側の扉が開きます。ご注意ください。This is Kodo. Station number B17. The doors on the left side will open. Please be careful. 例えば、近鉄名古屋からの伊勢中川駅急行がありますが、一部列車は終点から列車番号を変え、大阪線に直通する上本町行きになります。伊勢中川に到着する直前は、伊勢中川から引き続き大阪方面に行く旨は案内されますが、伊勢中川でその列車を待っていると、当駅始発とは案内されません。当たり前といえば当たり前ですが、このような列車か、本当に車庫からやってくる空車の、始発列車かを区別するために、近鉄では、後者の列車のことを、当駅仕立て、ということが多いようです。当駅仕立てと言われれば、その駅で折り返し、または車庫から出庫してきた車両であることを、意味し、着席のチャンスが高いことを、意味します。したがってこの列車は、
近鉄風に言うと、新田辺始発の近鉄宮津行きということになります。ところで私事ながら、この近鉄京都線は、うぷ主が中学生の時の、修学旅行で、初めて乗った関西私鉄の、路線であり、その意味で大変思い入れのある路線でもあります。当時に黒歴史を思い返すこともありますが、何しろこの車窓からの田園風景が素晴らしく、そんな中を急行が時速110キロでかっ飛ばすところがとても新鮮だったように思います。ところによっては新興住宅地、田園風景、川を越え、京都市内の格子戸のある家々が立ち並ぶ街中など、コロコロ景色が変わり、大変面白いと思います。この辺りから JR 片町線と線路が並行していきます。並行していきますが、線路は少し離れており、遠目に互いの電車を確認できるようなところです。宮牧です。その並走する JR 片町線の駅は少し離れており、歩いて行き来できますが、そちらの駅は JR 宮牧という駅です。 JR 西日本管内では私鉄よりも JR の方が後にできた駅については、 JR を駅名に関することが多いようです。 JR の方も同志社前を過ぎると一気に本数が減り、私鉄である近鉄の方が盛んに走っている状態ですが、全面展望であるがゆえにわからないところですけれど、実は新田辺からの乗客数はお察しくださレベルであることをあらかじめ申し上げておきます。近鉄京都線は急行や準急は6両、普通は4両で運転することが多いですが、普通も先ほどの新田辺で2両を空車増結して京都へ向けて走る運用もあります。近鉄宮津は駅名に近鉄と冠していますが、これは JR に同じ駅名があって区別をしているわけではなく、京都府内に宮津という地名があるため、こちらと区別するためだとしています。ご乗車ありがとうございました。まもなく宮津です。この電車はこの駅までです。お忘れ物のないようご注意ください。右側の扉が開きます。ご注意ください。近鉄をご利用いただきありがとうございました。Thank you for taking Kintetsu Railway. We will soon make a stop at Miyazu. Station number B19. This is the final stop for this train. Doors on the right side will open. Please be careful. Thank you for taking Kintetsu Railway. さらに忘れ物ないようご注意ください。車掌の肉声アナウンスも聞けたところで、では降りてみましょう。駅の周辺はこんな感じです。これといって何もないですね。駅の南側には、車両を誘致できる設備があります。この列車もここに入庫するのでしょうか。では、お見送り。第1弾は近鉄京都線をお送りしました。わずか7分程度で路線の紹介をしきれないところもありましたが、いかがでしたでしょうか。首都圏に住むうぷ主からすると新鮮な景色でもありました。次回も京都府内の単区間列車です。ところどころ観光案内もしていこうと思います。ではまた。単区間列車シリーズおまけ旅動画、京都市内編、前編、熊ゼミが朝からなく京都駅に来ています。朝食は、安定の朝マック、とある動画の撮影を、して、
近鉄の東寺駅に着きました。ここから徒歩5分のところにある、五重の塔で有名な東寺へやってきました。何大門です。昨年の18切符の、旅で京都鉄道博物館を、訪問した時にも醍醐寺の、五重の塔を拝みましたが、今年は、ここ、五重の塔を毎年映す鉄道動画です。わら、この東寺は、紀伊の高野山に並ぶ真言宗の、聖地です。ここの金堂の中には、大日如来様が鎮座しています。これまでに何度も京都は訪問していますが、この東寺を訪れるのは初めてでした。広くて綺麗で、あまりチャラチャラした感じでないのが、好感が持てます。そして、ここから市バス208系統に、乗車します。運賃は均一230円です。増大する観光客で、手に負えなくなっている交通局。なんとかしてなんとかする手立てはないのでしょうか。続いて、やってきたのは、先ほどの字幕でネタバレしていましたが、33元堂です。ここハウプ主が修学旅行で、初めて京都にやってきた時に、最初に訪問した名所です。その時は何がすごいのかわからなくても、今改めて来ると、深く感じるところがあるものですね。しかし、一線体の彫像の表情や、形状が一つ一つ異なるのは、圧巻ですね。このタンク館シリーズも、その彫像のように一つ一つ違う表情の、動画を送り出せたらいいなと、思います。わら。ここでは、細長いお堂の隣で、東寺屋というイベントが今でも、開催されています。昔はたくさん矢を射って、何本が的に当たるかを競うもので、一番本を射る耐久レースのようなものもあったのだとか。そのため、お堂の片側にだけ、鉄の鎧のようなものが被せてあります。そして、拝観を終了し、京都駅まで戻ります。やってきたのは、京都急行バス、略して京急バス。浜の赤いあれと一悶着あって。結局プリンセスラインという名称で、運転しているこの車両は、なんと電気自動車。走行音も一味違いますね。鴨川です。前ドアと中ドアの間に、大きなバッテリーと思われる装置があります。ちょっと邪魔ですね。そして、京都駅八丈口で降りて、お見送り。JR に入り、次のタンク間列車を紹介します。では、次回をお楽しみに。